こんにちは、カオリン1215カオリンです。今日は服の紹介をします。職場で着るための服を購入したので、それの紹介です。まずこれが CDS ベーシックというお店で買ったタンクトップです。とここは、結構、求めやすい感じの値段の服を売っているお店です。店内では結構中高生が目立つので、その年代に人気のある、お洋服屋さんだと思います。でこれはテンシルという素材で作られています。なので非常に伸びが良くて着心地がいいです。で近寄ってみると分かるんですけど、結構ラメが入っていて、結構大人っぽくておしゃれだなと思ったので買ってきました。濃いめのベージュと淡めのベージュの2種類です。でこれはナチュラルビューティーベーシックというお店で買った七分丈のトップスです。でここのお店は結構職場で着れるような、しっかりした、なんかカビすぎない、清潔感のある服が多いお店だと思います。胸元に、シフォン素材のリボンが2つついていて、そこがちょっとシンプルなんですけど、そこにポイントがあって可愛いなと思ったので買いました。でもう1枚トップス買ったんですけど、ここも、同じ、ナチュラルビューティーベーシックで買いました。胸元にはパールがついてます。で、グレーと、なんだろう、ピンクベージュの、ボーダーです。これも結構触り心地がいいです。でこちらがまた同じナチュラルビューティーベーシックで買ったスカートです。白のドットです。すごく柔らかい素材で膝丈ぐらいです。でもう一枚スカートを買いました。何だったっけ、クチュールブローチだったかな。ちょっと発音が曖昧すいません。結構軽めの素材で作られてます。色は紺色です。大人しめのスカートが欲しかったので買ってみました。でこれが最後です。これはここです。ルーだったかな、どっちか忘れちゃったんですけど、ここのお店で買いました。セーターとあとインナー、これもパールのついた、これは半袖だったかな、シフォン素材の半袖の、セットでこれを買いました。色はサーモンピンクかオレンジ寄りの色です。でボタンも金色で、なんかお花柄かな、そんな感じです。このレースが結構気に入ってます。はい、とこのくらい買いました。と今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。